新年度の上質の重要テーマは PC、SaaS アカウント払い出し、問い合わせ対応業務の削減、自動化。人員不足でも300万円かける1ヶ月で ITSM、サービスデスク導入。製品比較から選定のポイント。マチセミキャストの船越です。オレンジワン株式会社の越光さんです。はい、よろしくお願いします。上質のメンバーは、日々社員からの多数の問い合わせを受け付けて、一つの問い合わせというのは何往復にも及んでいます。時には、社内や外部に問い合わせて、その回答を1週間ぐらい待つということもあらであります。そのような煩雑な管理のはですね、個人のメーラーやチームス、スラックで行われて非常に危険な状態と言えます。そんな中、突発的なトラブルでバタバタとしているうちに問い合わせ対応の抜け漏れが発生して、また、上質メンバーのこうしたやり取りというのは属人的でもありますので、類似の問い合わせに個々が対応しており、重複作業も発生しています。そして PC の調達依頼、手配依頼というのはスペックや納期の確認に齟齬が生じやすくて、非常に不効率であります。こうした状況を改善しようと、Excel やタスク管理ツールでの管理を始めますけれども、転記や更新忘れがありまして、決して効率的ではありません。また、上質ではどこかの部門に社員が入社するたびに、どのアプリが必要か、アクセス権はどうするのかを部門に問い合わせて設定を組み上げたりして非常に煩雑。退社時にも作ったアカウントを削除すると、消すことが必要になってまいりますので、同様の煩雑さが発生するということとなります。このような煩雑な状況をどのように解決すればよいのでしょうかと。そうした上質の農家業務の煩雑さはサービスデスクツールの導入で解消ができます。サービスデスクツールとは、問い合わせ対応やサース管理など上質の農家業務を効率化、社内問い合わせ、インシデントを一元管理、各種効率化機能により IT サービスデスクの品質向上、コスト削減を実現するツールであります。ここではサービスデスクツールの利用イメージを世界2万社導入のフレッシュサービスで見てみましょう。今まで社員の皆さんは IT で困ったことがあればいきなり上司の皆さんに電話をかけたりメールをしたりとしていたかと思いますけれども、フレッシュサービスを導入するとこのようなスマートなウェブのサポート窓口が設置されておりますので、まず社員の皆さんはここにアクセスをいただきます。そうするとこのポータル上には FAQ や操作や不具合に関する問い合わせの受付、 PC の手配や SaaS アカウントの発行依頼のできるウェブカタログが設置されています。このすべてのサポートの窓口となるウェブのことをカスタマーポータと呼んでいます。社員の方はまずわからないことがあったらカスタマーポータルの FAQ を見に行きます。例えばパソコンの動作が重いと思っている社員は FAQ を見に行きまして、そのページに移動すると該当の記事をよくある問い合わせのところで見つけることができました。クリックをしますとその記事の QA が書かれておりますから一安心であります。で、この動きというのは当たり前のようにも思われますけれども、実はこの時上質の皆さんへのお問い合わせが確実に1件減っていると言えるわけであります。社員の方もすぐに自己解決ができまして、社員上質ともにハッピーな状態と言えるわけ。また FAQ の記事は検索もできます。例えばパスワードを変更したいという場合にパスワードと入れましたら該当の記事に見つけることができましたし、 FAQ を見てもわからないなという時にはウェブフォームから上質に問い合わせをしますけれども、ウェブフォームもかなり細かく質問項目が設定できます。なので必要な情報が揃った状態で上質の元に届きます。これで問い合わせ後の確認のやり取りということがなくなります。また問い合わせと内容のステータスはポータルでマイページにアクセスしますと、社員の方は自分でいつでも対応状況を把握できますので、今どうなってますかと上質への進捗の状況の確認連絡というのをですね減らすことが可能です。そして今度は PC の手配が必要な社員はカスタマーポータルからウェブカタログをクリックしますと、こうした各種の手配や申請ができるカタログが出てまいります。PC の手配依頼や SaaS のアカウント発行依頼、その他の各種の設定作業などカタログ上から可能になります。これをサービスカタログと呼んでいます。このサービスカタログから必要なアイテムをクリックしますと、必要な入力情報出てきますので、簡単に手配依頼ができます。
こうした PC やサーフスアカウントなどの手配、各種の設定依頼などは、これまでは依頼があってもその後に台数は何台ですか、件数はどうぐらいですか、いつまでに手配したいですか、スペックなどどうしますかと、後から質問や確認事項のやり取りが発生したり、さらに行き違いが出てきたりと、非常に煩雑だったわけでありますけれども、フレッシュサービスのサービスカタログでは、それらはすべて解消をします。その他、フレッシュサービスにはフォームだけではなくて、メールやスラック、チームス、またはチャットボットなど、多様な手段で出るんですね。問い合わせを、依頼を可能といたしまして、このあらゆるチャンネルからの問い合わせ、そして依頼を集約する機能をマルチチャンネルと呼んでいます。ここから、フレッシュサービスが持っている主要な機能が、上質の農家業務をいかに効率するか、効率的にするかということを見てみます。まず主要な機能の一つ目はマルチチャンネルとタスク管理の機能です。これまで、上質のメンバーにバラバラに入ってきた問い合わせは、マルチチャンネル機能で、自動でサービスデスクツールで全て次元管理されて、各種問い合わせは自動で、タスク化管理されていきます。そして、その問い合わせは改めて上質メンバーに割り当てられていき、メンバーはこの画面上から直接社員の方に回答ができるようになっています。また、入ってきた問い合わせは未回答や回答済み、完了などのようにステータスが管理されて、SLA やアラート機能で対応の抜け漏れがなくなり、煩わしいタスク管理から解放されます。主要な機能の二つ目は割り当て、自動化の機能です。サービスデスクツールでは問い合わせ内容に応じてチケットを自動で特定の担当者に割り当てができます。また、社内でわからないことがあれば外部のメンバーにエスカレーション、相談することも可能です。問い合わせ、などのですね、担当者の割り当てというのは問い合わせの内容だけではなくて、製品やスキルによって、または抱える作業など、負荷状況に合わせて順番に均等に割り当てるなど、様々な割り当て方法が可能です。主要な機能の3つ目は問い合わせ対応のコースを削減する機能です。過去のやり取りをナレッジベース化して、次回以降の問い合わせの回答に活かせたり、類似の問い合わせをテンプレート化できたり、マイページによって問い合わせや依頼者が自分の問い合わせや依頼の進捗状況などを自ら確認できたり、その他 FAQ、チャットボットなど、いわゆる自己解決のための機能もあるために、業質での問い合わせ対応に関するコースを削減できるということになります。主要な機能の4つ目はサービスカタログとSaaS管理の機能です。サービスカタログで必要なアイテムを選び、情報を入力するだけで簡単に手配依頼がさらに、これらのサービスカタログは、一つ一つ、個々に依頼する以外、PC や複数の必要な SaaS をひとまとめにして、依頼できるオンボーディングという機能もついております。特に急成長期の企業様などは、社員の増加や入れ替わりの激しさからも、とても重宝する機能だと言えます。主要な機能の5つ目、IT 資産の管理機能です。前のスライドにございました、ノンコア業務のですね、実情、入退社時に受け取った手配依頼、を上質が処理する際によくある課題というのが、社内の在庫のリアルタイム把握というのが困難であること、そして追加購入時に未使用のアカウントを調査してという指示をですね、受け取ってしまったりすることでありますため、社内 IT 資産をリアルタイムかつ自動で把握する仕組み、これが必要になってまいります。ここからはですね、実際の画面でちょっとサース系をですね、見てまいりたいと思います。では今、フレッシュサービスの実際の画面、ご紹介しておりますけれども、まずフレッシュサービスでは、IT 資産管理の一環でではですね、二つのストラテジーを使っております。一つは、一つ目、この上に見えるですね、ID プロバイダーを経由して、SaaS アプリのログイン状況をですね、情報を取得して、それらをもとに、社内でどんなサービスやアカウントですね、アプリケーションが動いていて、それがどのような使用状況になっているかということを把握できます。そして、もう一つは、直接 SaaS アプリケーションとつなぎまして、上記の ID プロバイダー経由よりも、より深い洞察ですね、使用状況、利用状況を得られますので、詳細な情報をご提供すると、この二つの戦略を持っております。さらにソフトウェアのですね、インサイト機能ですね、ソフトウェアのインサイト機能を見に来ておりますけれども、ここででは運用中とコンプライアンス、そして利用中という使用状況ですね、3つの状況を得ることができます。まず運用中は、現在社内で特定のアプリケーションが使われているか、あるいは使われていない、ということが分かると同時に契約があるかない、これが分かるようになっています。上司のマネージャーの方たちはですね、社内でどんなアプリにログインをしているかというのを把握する必要があるかと思いますので、それらに役立つかと思います。次のですね、コンプライアンスのエリアですけれども、こちらは、退職した社員のアカウント状況などをですね、見ることができまして、退職に伴って各種情報を削除
ルしたけど、アプリケーションにはまだ残っていたみたいなことはですね、あったりすると、そのパスワードを変えていかなければ、まあ、利用されてしまうというようなこともあろうかと思いますので、まあ、それは問題だよということが分かってまいります。そして、3つ目の使用状況ですね。こちらは、アプリがあっても使われてないものがあれば、もし解約などをするとですね、コスト節約ですね、いくらか節約できますよと、こういうことをですね、上げてきてくれる、こういう洞察を提示してくれます。でさらには、個別のソフトウェアですね、ここではちょっとズームを見に行きたいと思いますけれども、ズームを見に行ってみますと、詳細情報を見に来ましたんで、使用状況とか契約の状況ですね、ライセンスプラン情報、金額、更新日付、あとはインストールされている端末とか、ユーザー情報と見ることができまして。で、このユーザー情報ででは、その利用中のですね、ライセンスのプランとか、あと会議をやった回数とか、その平均の会議時間とか、こういったことがわかるようになっております。では、スライドをですね、戻ってまいりました。これらとなって、IT 資産の管理機能丸1に戻ってきました。で、続きましてが、IT 資産管理のですね、丸2選手用な企業、僕までですね。前日の SaaS アカウントに続きまして、IT 資産であります、ハードウェア系ですね、そしてソフトウェアなども、情報を自動検知して、構成情報を把握するということも叶いますために、社員さんからの問い合わせ時に、そのハードソフトウェア情報、ソフトウェア情報など、あるいは入隊者時の在庫の確認とかですね、こういったことにも活用が叶いますね。でさらにそうですね、ハードウェアソフトウェアの情報を自動検知します。でサポートテクニカルサポートにも役立てることが可能です。そして、主要な機能の6つ目、分析レポート機能であります。アナリティクスという機能、分析機能で問い合わせや依頼のデータをサービスデスクが自動で分析をしてくれますので、例えば、メール設定の問い合わせが多いということが分かれば、FAQ 用意しようというふうになったりしますし、他にもですね、上質の担当者ごとの対応件数、構成をばらついているということが分かれば、タスクの割り振り設定をですね、変更して平準化するなど、業務効率化、業務改善が可能になるということがございます。さらにお伝えした主要な機能に加えまして、IT ル準拠しておりますので、問題変更、リリース管理、プロジェクト管理などの機能もついているサービスデスクツールになっております。弊社が取り扱いますフレッシュサービス、上司様のノンカー業務効率化に必要な機能が一通りついております。それらが複雑な設計や設定などというのが行うことほとんどなくですね、ご利用いただくことが可能なツールでございます。機能の豊富さと使いやすさのバランスの取れた使い勝手のいい製品となっております。ちなみにこちらですね、海外の IT レビューサイト G2 クラウドというものがございますけれども、こちらでではですね、フレッシュサービスはですね、顧客満足というのは一定グローバルナンバーワン評価をいただいております。前述にもでもございました、デンデスクとかサービスなんですね。そして我々のフレッシュサービス、こちらが、まあ市場での産業で、あるのかなというふうには考えております。顧客満足度ではフレッシュサービスがナンバーワンであるという結果が出ております。でそんなフレッシュサービスでございますけれども、お一人上司様あたりですね、月2000円台からスタートで2600円。さっき、企業家のご紹介でございました、プロでも1万3000円ぐらいということですね。飲みやすい価格になっておろうかなと思います。